いらっしゃい。ちょうどあなたに会いたいと思っていたところなの。ちょっと場所を変えていいかしら。テラスに出て、風に当たりながら話しましょう。って思うかもしれないけど、一度あなたにちゃんとお礼を言っておきたくて。私はこれまでに何度もあなたに助けてもらったわ。最初はミシュアと呼ばれていた時だけど、大きな手の魔物にさらわれた私をラスカと一緒に救いに来てくれたわね。そして私の記憶を取り戻すために、何が起きるかもわからない記憶の世界の中にまで飛び込んでくれたわ。勇者の記憶を封じてしまったのは他の誰でもない私自身だったのにね。あなたがいなかったら私はミシュアのまま死んでいたかもしれない。本当にありがとう。私にとってはあなたこそが勇者。いつでもそばにいてくれて、私のために戦ってくれる勇者。同じようにあなたのことを思っている人が他にもたくさんいるんだから。ねえ、みんなで一緒に暮らさない？そのための場所も用意してあるの。行きましょう。Thank you.
行くぞ。Yeah.
よかった。あなたも無事にここまでたどり着けたみたいね。またいろいろな幻覚の誘惑があったけど、私は立ち止まっていられない。前に進まなきゃと思って振り切ってきたわ。でも最後に、私は子供の頃に戻って城にいたの。そこには優しいトーマ兄様もいて、ずっとこのままでもいいんじゃないかと思ってしまった。その時よ、急にあなたの姿が見えたのは。私はあなたを追ったわ。そのおかげでここに来ることができたの。あなたが私を導いてくれたのよ。あなたの姿を目にしなかったら、私は誘惑に負け、永遠に悠久の回廊の中をさまよっていたかもしれないわ。あなたが一緒にいてくれて本当によかった。行きましょう、大魔王。それにトーマ兄様がこの先で待っているはずよ。